はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビットやっていきたいと思います。今日はね、ちょっと3巻を終えたちょっとエンディングの後、からの動画になります。秘書、監督、これで今シーズンも終了です。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。クラブが成長して名門クラブになりました。予算規模が大きくなりますということで、お金がいっぱい増えます。よかった、よかった。でジャパンカップも優勝して5000万。アジアチャレンジトロフィーも優勝して5000万。ワールドカルチョクラシック賞金で1億。今期から4億5500万円のプラスだったらしいです。まあ非常に嬉しいね。まあこれでね、選手を獲得していきたいと思います。まあでも一応ね、まあ今回の動画はまあ参観した年、まあシーズン振り返るという動画になります。でね、今シーズンね、すごいことに、一回も負けてないんですよ。聞いてくださいよ、皆さん。俺、すごくないですか、俺。ちょっとなんか変な、気持ち悪い喋り方になってるけど。まあ、ほら。5-0、もう、コーチマットスに1-1勝ち、マジでもったいないけど。まあ、それでも、ほら、もう一回負けてない。まあ、で、N1 リーグは、とりあえず1分け、93得点取って無双した。で、ゴールランキングもこんな感じで、なんかもう、意味わかんないことになってる。で、アシストランキングも初のシャリ FC から1位になる人が出たね、つつみ。でも、つつみね、ちょっと、まあ、育てられてなくて、正直。まあ、初見能力高かったからね。ほんと素晴らしい。で、あとは、まあ、ジャパンカップか。優勝して、ゴールランキングは、いや、でもノエルなんだ。まあ、でも正直ね、ジャパンカップはなんか、いろんな選手使ってたというか、結構ね、ターンオーバーしてたんで、関係ないか。アジア CT はマリマス大阪。だからバクラに 4-0 で勝ったのが本当にね、やっぱ成長を感じたね。で、内山とワールド長野のゴールずつと、ワールドカルチョクラシックはまあちゃんと 6-0 で、決勝、すごいね。7-3-6-4-6-0。まあでもあれか、1、2回戦でか、1回戦と準決勝は、まあ、セカンドリーグ制だったんで、まあまあまあ。でも決勝 6-0 は本当すごいと思う。で、ゴールランキングはワールドランとキツが5ゴールずつと。だってやっぱ選手も振り返りたいな。ちょっとチャリューシーですね、してたら見ますか。で、篠塚はほぼ全ての試合に出てくれた。まあ、亀山もね、結構。まあ、でも結構出てくれたな、亀山も。堀、結城、龍崎。龍崎15アシスト。すごいね。1位も10アシスト。26アシストってえげつないな。ムキスも25ゴール。彦坂はね、今シーズンイエローカード累積結構食らってたんで、2枚あったんで、本当にあんまでも出せなかったね。内山が33、ワールドナが32。あれ、どっちの方が点取ってるんだって言われたらでも、まあでもワールドナ試合数少ないかワールドナかな。でもどっちも点取ってくれてるね。宇佐美、2。またこんな感じか。なんだこも一応出てくれた。くるみはね、ちょっとまあでも意外出てくれてるね。白鳥もそこそこ出た。ほんまる。はい。で、とりあえずこんな感じかな。まあ結構皆さん、頑張ってくれた。で、一応ね、今年、また参観すると、メガクラブになれるので、本当に、頑張りたいと思います。逆に今年、参観できないと、確かまた来年、再来年って頑張っていかないといけないので、なんとしてでも、まあ今年でね、参観したいって、なんか言ってたけど、ちょっとなんか7個怪我してる前や、どうでもいい。オフシーズンなんで、まあ早く怪我を治してもらいたい。あとお金がどれぐらい使えるかだね。一応チーム編成見ると、まあ、こんぐらい結構やっぱみんな年俸は上がっちゃってるんで、もうこれ仕方ない。で、4億6900万使えるっていうことなので、まあ選手、特にディフェンダーかな、獲得したいけど、けどよ、いないよね、やっぱもう強くなりすぎて、いいディフェンダーが、まあ、国分、リマステの国分を取りたいです。はい。で、とりあえずね、今回終わりする前にちょっとどうしようかな。いや、もう一回終わりで。はい、じゃあ今回はこれで終わりです。次回の動画は何になるか分かりませんが、ご視聴ありがとうございました。